院バルです。仕事の内容は主に営業と、その他いろいろ雑用みたいなことまで行っています。特に日頃心がけていることは創意工夫をすることです。少しでもいい方向に持っていくためにいろいろと日々創意工夫を行っています。阿蘇の好きなところはやっぱり大自然が多いところですね。で、阿蘇市の要望は若い人たちが働きやすい環境をもっと作ってほしいと思います。趣味、特技なんですけど、趣味は結構いろいろありまして、特に車いじりの方が結構好きですね。とその他にスノーボードとあとサーフィン、あと映画を見たりするのも好きです。で、特技が車整備の方です。国家資格の方を持っていますので、いろいろ友達の車を見てやったりもしてます。好きな女性のタイプはやっぱり性格のいい人がいいですね。自分が勤めている森物産では阿蘇高菜漬けをメインに製造販売を行っています。阿蘇高菜漬けというのが阿蘇地方の特産品で、平成19年には地域ブランドに登録されました。で、地域ブランドに登録されたので、今後より一層ブランドを守るためにも品質管理にも努めて、しっかりブランド化を守っていきたいと思います。